皆さんおはようございます。本日は第62期王将戦七番勝負第3局2日目の模様を生放送でお送りいたします。本日聞き手を務めます女流棋士の藤田綾です。どうぞよろしくお願いいたします。そして解説には藤井猛九段にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。藤井先生ははい。ニコ生はあ、は初めい、て初めというてでことすで、ね。はい。ちょっと緊張してますよ。はい、はい。ということで今コメントがたくさん、ええ、ああ、はい。ああ、いっぱい、すごいですね。今はい。日も朝からたくさんのコメントをいただいいやいてやいますや、ね。もう、目が回りそうですね。そうですね。ご昇級おめでとうございますというおああ、声どうがたも、くさん。はい。ありがとうございます。ございます。ですね、はい、2日目始まりまして、封はい。じ手が1四銀とはい。いこれ動うかこしてみとますです。ね。はい、は大い。丈夫です。1四銀でしたね。はい。はい。これはどうですか？あやちゃん、予想した手ですか？私このそうですね、2五歩の局面でこの気どう持ち指していいか、で。はい、後手持って。そうですね、はいはい、はい。いや、分かんなかったんです私けもどね、も。昨日ね、自分なりに予想してみて、はい。どうさせていいかわからないんですよ。はい。はい、わかんなくてね、まずその解説を読みました。ブログ中の継方のです解か？説をはでい。読んだら、一番銀と書いてあるんで、はい。ああ、なるほど、なるほど、と。あそこで。だから、こう、人の手を見てね、こう、手を示してもらえると、ああ、なるほどね、と言うんだけど、ちょっと、こう、パッと見ね、浮かびにくい手そうなんですで、ね、だからは私い。はこの手はね、予想、自分で予想しちゃいけないなと思ってね。どういう手を予想されたんですか？さっき、はい。もう急に予想してね、はい。無理やり予想しろって言うからね、わかんないって言ったんだけど、まあ、一応、まあ、この局面だけ見ると、なんとなくね、こう、合わせてね、はい。あ、あ、見よまあ、うと。考え方としては一応銀と似てるんですけどね、はい。こう銀を、こう、まあ、なんか、前ここにいに。ると狙われるんで、はい。前に進出する意味でね、こう、歩がわ合わざせと合わせて、てね、はい。同歩、同銀っていうのも、まあ、ちょっと考えてたくはなるんですけど、はい。なんかこれはね、先手から見たらね、次に突こうと思ってたよなんてね、あ、は後手い、の人に言われちゃっ思うんたですら大変ね。なことですからね、はい。次に突こうと思ってたところに歩打ってきたよなんて言われちゃうね。ちょっと嫌ね、ですね。間抜けでしょ？は間抜けい。な手になりそうなんで、感触が悪いんですよ。なるほそう、ど。次に突こうと思ってたなんてね、合わせた瞬間、叫ばれたらね、たまったもんじゃ嫌ないですからね。ね。はい。だけど、僕が予想するにはね、これ浮かばなかったんで、将来。一応浮か嫌ばない、浮でかばないんだ。浮かばないんでね、カンニングじゃダメだからね。自分のなりにね、妙ここにに読む歩打つと。よね。はい。やはりこう2五をここ目まあ、ここ、標とに。りあえず目標というか、どっちが目標になるのかなんですよね。こうは先い。手の勢力と見えつつ、後手もまあまあ駒いっぱいいるんで、はい。ここはね、どっちの勢力になるか分かんないんですよ。うん。なのでね、まあ、後手も、まあ、強くね、こう、なんか、まあ、いっぱいいるところに向かっていった感じですね。ははい。い。これはなかなかこうひねっててですけどね。はい。はい。でもなんか、視聴者というか、はい。そうですね、当たった方が多いということ当で。たった、当たっはたい。という声がいっぱい見えましたけど、はい。他には1四歩や9三桂、これは昨日の広瀬七段が、はい、予想されてた広み瀬たいさでんすがね。ね、こう9三九桂三桂とね。跳ねる手や1四歩ですああ、ね。九三桂っていうのは、あれですよ。これ は、それははね、い、どういっまた。あ、手が浮かばなかったんですよ。浮それかはばちょなっいのにと、削るちょっでと、まあ、なんかとりあえず無理やり候補手をひねり出したようになってですね、今必要ないでしょう、その手は。あ、この手は。これはね、まあ、とりあえず候補を挙げてみたんですよ、頑張っ一て。往復はいかがですあ、か？一四歩もまあ、そうですね。これは銀の動きを楽にしたっていう意味でね。あ、なあ、るほまあ、ど。そういはう意い。味の手ですね。それはまあ、これは立派な意味があると思いますけどね。こ九れ、三桂はちょっはい。と、あ、こ まあ、ひねり出したような手でね。私の二四歩と一緒でね。こには7四歩もあったそうですね、こういう手も。7四歩ははでい。すね、これははっきりしてますね。これこれはは、ね、悪い手はい。なんですよ、残念な桂がら。馬を活用形だけで言えですばか。ね、はこうい。桂馬を7三桂と。活用する筋のいい手ですけどね、はい。飛車の利きを、ね、止めてしまってまずいんですよ。あ、ここを止めてしここまうをと止め危ると険なね、んですこれか。もう9時半に終了しまそんす。な早く。こうやっ はてい。銀が逃げてはい。歩が成ってね、私たちの仕事が楽になりますけどね。そこもう終わりますね。締めに入ります。ちょっとこれ残念な利用にしては、
ちょっといただけなかったですね。昨日理由を眠れなかったんじゃないですかね。なりますからね。はい、こうさせていただけるともう私たちももう撤収、はい、お疲れ様です。数がたくさんいますからね。そうなんです。これね、もう飛車と角聞いててね、同銀同角成、同金同飛車成ってこうね、はい、これは一番、これはでも解説上の手としては非常にありがたい、解説者としては嬉しいですよ。あ、そうですね、こういう手も示していただけるとね、あ、はいはいはい、なかなかいろんな手が出てくると面白いですね。いろいろ言っていただけると嬉しいですね、はい、この飛車の引きだけはね、あの注意してください。常に止めないように、はい、はい、ことですね、はいはい、で1四銀と指しまして、はい、2四歩と、あ、もう進んでますか。はい、つきましたね。あ、じゃあもう佐藤王将ももう読みだったんでしょうね。あ、はいはいはい、まあまあ、予想通りだと、はい、そうですね、ね、はい、いうことですね。これも次になるのが2三歩成が狙いですよね。そうですね、はい、これ次になっちゃえば、まあ、はい、これもまたお疲れ様でした。たまにはそういうこともないですかね。ね、パッとね、ないですかね。はい、で、で、何やったんですか。2六歩ね。あ、これ洒落た手ですね。洒落た手ですね。なるほど。2五からではないですね。あ、そうですね。2五歩ですとこの瞬間ね、はい、いやいや、あ、2五歩ですとじゃないんですよ。僕2五歩かと思ったんだから。これはとも、あ、2五歩だとですね、あ、はい、まあ、これがやったんですよね。こうやって角の利きがね、今度はこうじゃなくてね、ここ、でこの歩をね払う飛車で取るのが狙いなんですが、グイッとやられて桂馬がね取られてしまうんですね、はい、取られてしまうんでね、先にこう駒金駒当たりで取られてしまうとねまずいので、そうですね、はい、ちょっとこう、まあ、速度をつけて、まあ、この歩を払いに行こうというね、こう一回、まあ、ギダしてね、はい、まあ、まあ飛車で、まあ、仮に取ったら、うん、まあ、銀出るってもあるし、まあ、仮に歩打ってもね今と一手違います、はい、一手違って、はい、こう軽やかにね、あ、この歩をパーッと取って、まあ、なんかこれはあの封じ手の局面に比べると、はい、後手の勢力になってるじゃないですか。あ、そうですね、はい、はい、これがね狙いですね。狙いです、あの先手が攻めているように見えて実は後手もここを自分のこうなんていうかいい場所にしたいというね、うん、はい、そういうことなんですね。2筋が争点になってくるということですね。ですね、しばらくはもうあの、はい、皆さん ここだけ見てください。こちらは左上ですか。そちらのあのモザイクなんで、ね、ここだけ見てればあのとりあえず現局面はねあの把握できますんで大丈夫です。はい、で、同飛車と、あ、早いですね、はい、取りましたね。これ読み筋だと気合が入ってます、ね、早いですね。早いですね。で、1五銀と出ましたね。え、これはもうあれですか。二人の呼吸が合ってるんですか。でもこれなんかでも面白い局面だな。これね、はい、まあ、飛車これ逃げる一手ですよね。はい、でもおそらくなんか飛車、仮にね、仮にですよ、はい、仮にね、これ銀で取ったとしましょう。ね、銀で、はい、仮にですけどね、まあ、銀では取らないのかな。銀で取ったらね、取ったとしますと、はい、私の封じ手予想がドンピシャリってことになりますね。2歩と合わせて、同じですよね。同銀の同じでしょ。同じです。あれ、あの封じ手の局面の歩の損得、歩の数のあれ間違いないですか。間違いないです。あ、ここで歩2枚持ってましたね、はい、でここで2四歩と、うん、あ、合ってるのかな、こちらが何かが違うのかな。元も封じ手の局面が並ばない。覚えてないっていうね、歩の回数、まず枚数ね、それ2枚か。2枚です。ですよね、はい。でこれで一歩ですよね、先手ね、はい、2枚 で合わせると同歩同銀で、はい、歩は2枚ですね。2枚2枚です。2体みたいですね、はい、間違いないですね、はい、で封じ手はこうやったんですよね、はい、でこうやってでこう垂らして、同飛車です。同飛車でで銀出て、まあ、引いた。一緒で、こう歩払ってみてくださいよ。同じじゃん。一緒ですね。で、僕の封じ手が当たったんで。正解だったんですね。うん、反省したんでね。なるほど。昨日の段階で一応銀で書いちゃったけど、よく考えたら、よく考えたら2四歩の方が良かったなって反省して元に戻したな。なるほど。これはこうなりますか。いや、わかんないです。だから飛車で、でもだから飛車で取るってことですか、これは。飛車で取ったら激しいけど、でも飛車交換ちょっとまだ眠いこの時間帯できないでしょ。目が覚めちゃいますね。ね、飛車打たれてこっちまで打てないもんね。うん、あ、じゃあそうですね、これはお、すごいテクニックですね。はい、あの
こう一応銀と指しておきながら手数が、はい、なんていうか元に2往復と合わせたのと同じになったというね。こんなことがあるのかな、ね、これはちょっと面白い。うん、1号銀はだからね、うん、利用としては昨日の夕方の段階では2号歩とかね、はい、あそういう手を考えてて、あれはこれ2号銀の方が自然ですけどね。2号銀から手を取るってことですよね。うん、なるほど。これでも現局面の解説ばっかりしてていいんですか。いいんですね、初手からやるのは。はい、時間もありますし時間たっぷりありそうですね、はい、はい、でもちょっとそうです、手が進んだからね。あれでも飛車交換になってんの。あ、銀で取りましたよ。なんと当たりましたね。また正解じゃない。なんだ、紛らわしいことしないでください、ね、一応ねちょっとね筋が悪いと思ってたんですよ私はね。ふにをふらすとはいいんですよこれ、ね、うん、ね、はい、失礼します。なんと私の数字という予想が正解だったじゃないですか、ね、驚きましたね。まあ、これは2日制の妙っていうかね、はい、はい、一晩考えて何か予定変更してうまく修正したんですよ。うん、なんと柔軟な理由はそうですね。佐藤さんは、はい、まさか昨日2往復と合わせてきたら同じになるとは思わなかったと。うん、あでも佐藤さんの方は佐藤さんの方で2往復と合わせてくるっても、はい、昨日の考えて選択肢の中であったでしょうからね。うん、まあ、そんな驚くほどのことはないです。驚いたのは私だけだね。一丁銀と藤手予想外れたにもかかわらず当たったみたいな、なんか不思議な気分になっちゃった。外れたのに当たったって不思議ですね。外れたのに当たったみたいな、あまりないことですね。はい、はい、ことで、はい、現在は2同じく銀の局面。なるほど、あ、そうですね、ですね、まあ、よかったです。私の顔立ててくれたんで、ね、はい、ということで